はい。遠の絵です。それでは今日は、坂本龍馬を取り上げてみたいと思います。これは一連の流れで、えー、先立ての岡清の霊言の中で、代表的日本人の一人に坂本龍馬がいると。つまり、日本というのは深い文明があって、己を捨てて、 国のためとか人々のために生きるような人々をたくさん出してきたとそういう人が出てくるのは相当深い文明でなければ出てこないんだとその代表的な一人が坂本龍馬という話ですね。で坂本龍馬はもう悟りがあって下脱の境地まで達していたというふうに岡しはおっしゃるわけです。 つまり、維新前夜のですね、資格がたくさん溢れている今日の街ですね。もう、地味も妙霊、妙両、毛量が、いっぱいいる中を、悠然と無我の境地で歩いて、え、龍馬が行く、あそこに龍馬が行くって言われた人ですよね。そして、え、この一瞬のひらめきで、と岡清志はおっしゃってましたが、一瞬のひらめきで、薩長同盟とか、それから大政奉還をやってのけて、 仕事が終わったら、さーっと天井下に帰っていったと。ああいう生き方は、3万年の日本文明の深さがなかったら、出てこないんだと。まあ、そういうことでありましたので、えー、この龍馬さんは、霊言がたくさん取られてますから、今日はですね、2010年に取られた。まあ、今回の一連の、この霊言がたくさん降りてくる、もうほとんどその、 お短所となった霊言があるんですね。龍馬降臨というものです。えー、確か松下幸之助先生が最初に出てこられて2番目ぐらいに出てきたのが龍馬さんで、それからもう何百人も今霊言が取られているという流れの最初のお一人ですよね。で、えー、この霊言のですね、えー、前解説において大川総裁は、 幸福実現党が立党されてからー、龍馬さんは指導連の一人として、特に、応援団長的な立場で活躍をされて、で、引っ張ってくださってるという話がありました。ですから結構政治的なですね、アドバイスが結構多かったように思います。 で、出てきて最初におっしゃったのはですね、もっとディベート力を磨けという意味のことを結構おっしゃってました。何か言われて切り返していく力をもっと持たないと、まあ埋もれてしまうぞと。それでは政治の世界で勝てないぞということをですね、かなりおっしゃってました。で、今、その幸福実現党はまだストーリーの中に入ってないぞと。 まあこういう言い方だったんですね。これはまあおそらくマスコミが描いているこの国をどう動かしていくかというストーリーとか、まあ政治も含めて大きなメインロードでのストーリーの中にまだ食い込めてないぞと。そこに食い込むためにはですね、まあ今マスコミから結構ガンムシされてるわけですが、そのマスコミに切り込んでいけということをおっしゃってました。 そんなマスコミのあり方だったら、暴国のマスコミじゃないかと。そんなマスコミなんでもっとちゃんと言うべきこと言わないんだということですね。まあ、11年前は、当時の畑山内閣とかですね、小沢一郎氏のことをもっと批判せんといかんと言ってましたが、まあ、現代においてはですね、国民のみんなが思ってることでもっとガンガンと批判しなきゃいけないことを言っていけということですから、 今だったら、例えば緊急事態宣言を乱発して経済が大変になってる。みんなこれについてはですね、不満持ってますから。まあ、こういうあたりをどんどん言っていけということじゃないでしょうか。とにかくストーリーに入ってこないといけないんだと。で、えー、あんたらに一番言っておかなきゃいけないことはというふうな言い方でですね、品が良すぎるんだと。えー、もっと、ね、怒るべきところは怒らんといかんじゃないかと。 いうことを随分おっしゃってました。で、その時に、もっとなんかこう、迫力なることを言わないと埋もれてしまうぞ、ということでですね。なんか中央な言い方で、なんか保守政党、もう与党みたいな言い方してたらダメなんだと。ま,あ、まだ自分たちは野党なんだから、野党っていうのは埋もれてしまったら何にもならないんで、もっと言うべきこと言えと。 だから、マスコミがやってることは、これ、暴国だぞと。で、でお前ら一連拓殖で地獄へ行けと。いうぐらいのことを言わないといかんと。で、そういったことを言うためには、命知らずがいるけど、それぐらいの侍精神を持ってないといかんと。いうことをおっしゃってました。で、えー、こういう時に、 その、まあ、さっきも言ったように、なんか落としどころを考えた重要な意見を言うのは、これ、与党のやることであって、野党は切り込んでいかなきゃいけないから、その褒められようと思うなと。え褒められなくて、その悪口を書かれたって構わないんだと。だから、マスコミに対してはですね、その時おっしゃってたのは、いずれ我々は政権取りますよと。 で、政権取ったら、もうマスコミ税というものをかけて、もうマスコミ潰そうと思ってるんでよろしくと、いうぐらいのことを言えばですね、マスコミもこれ黙ってられなくなって、なんかこういろいろと悪口言ってくるかもしれない。その褒められなくてよくて、悪口書かれたということでまた有名になっていくんだと。それで、この、選挙に通っていくような力、うねりが出せるんだということをおっしゃっててですね、 これ、言ってみたら、あの、トランプさんが、な、やられた戦法ですよね。マスコミを思いっきり批判することによって悪口を書か,かせて、それによってお金を使わずに宣伝をしてもらって、それで通ったと。で、与党になったらまた違う戦い方をしなきゃいけないんですが、その野党のとこから上がっていくときには、こういう戦い方をしなきゃいけないということだと思います。もっと迫力を持たないと、舐められとるぞと。 いうふうにだいぶ言ってましたね。え、舐められてるから相手にされてないんで、もっと迫力とか気迫を持っていって、相手になんかせざるを得ないような、まあこういう形でやらなきゃいけないと。で、その時に、あの、面白くなきゃいけない、とおっしゃってました。え、だから、ちょっと、その想像の方というのが当時解かれたんですけど、その想像の方の中に逆転の発想というのがあるけど、 坂本龍馬はあれだと。もう想像の方に非常に自分はマッチしてるとおっしゃってまして。だから逆転の発想で、ちょっと面白いことを言わないと人気が出ないぞというふうに言ってました。まあその時にですね、我々のような支援する立場の者は、こういう議論があるということを知っていてですね、そのなんかこう、こう、尖った意見が実現党から出た時に内部からたしなめていこうとしたりですね、 内部から批判して足を引っ張るっていうふうなこともよく起こりうることなので、我々は今野党にの立場にいるこの実現党をですね、通していくときに、そういうふうな、この、こう、切り込んでいくことを言いなさいということを応援団長が言ってるということはよく知ってないといけないと思うんです。あの、年齢重ねてくると、どうしてもたしなめる方、たしなめる方に行ってですね、 結局その内部で頑張ってるものの足を引っ張るようなことをしてしまいがちなので、それは我々もよく知ってないといけないかなというふうに感じました。だから想像の方っていうのは既人変人が出てこいということだろうというふうにおっしゃってました。既人変人いいじゃないかと。既人変人と言われるぐらいであって初めて目立つんだと。それでこのストーリーの中に入っていけるんだと。 ということをですね随分おっっししゃってましたそれで龍馬さんの自分の考えはこういうことだとその今からゼロベースでこの国を作り変えるとしたらどうするかということを考えておけとおっしゃってましたでこれはですねもちろんその根本におけるエルカンタレからの思想というのは大事ですが 自分たちで、まだ言われてないことについても自分たちで考えておけということは随分おっしゃってました。言われたことに関してはやれるけど、まだ言われていない問題について何の考えも出せないんじゃないかとみんなから見られててですね。そこが頼りないと思われてる可能性があるんだと。だから、今一番考えておくべきは、もう国がガタガタなんだから、この国をもう一回ゼロから立ち直せる、 で、一番短期間で効率よく税金もあまり使わずにやっていけるとしたら一体何をしたらいいかという国家再生法を考えておけとおっしゃってました。で、そのヒントとしてはもう国が赤字続きでそして国庫にお金がないと言ってるんであればこれ会社で考えたら何をしなきゃいけないかというのは明確であるとそういう時は もう今の経営陣を刷新して、それからリストラをして、給料も下げて。これ、役所の改革団のことだと思いますけども。え、リストラして、給料も下げて、それから、負債3部門は切り離していくだろう。とだからいらない役、役所がいっぱいあってお金を食ってるわけですから、そういったものを切り離していけと。こういったことをどんどんと言っていかなきゃいけない。考えていかなきゃいけないんだ。とそうすると、 国民は分かりやすいわけですよね。ゼロから作り直すときに、こことここをこうやれば全然問題解決するじゃないかと、分かりやすいシンプルな議論を出しておけば、国民はそうだ、その通りだ、というふうに、だんだんとこう支援する声が集まってくると。例えばで、ね、さらにおっしゃったのは、今の政治家は、もう二代目、三代目が出てくるようなことになってるじゃないかと。あれなんで出てくるかというと、彼らは、つまりその、 自分の先代が培ってきた、その支援、講演会などが集めたお金を無税で引き継げるようになっている。無税でそのまま、相続できるようになっていると。とだからその、地盤と看板とカバンですかこういったものをそのまま引き継げるって有利に戦えるようになってるから、二代目、三代目がどんどん出てきて政治家になってるんだと。でもこんなのは民主主義じゃないぞと。 こんなのは江戸時代の江戸幕府の大名制と同じなんだと。こんなの潰さんといかんと。で、こういう議論をどんどん出していけということだと思います。だったら国民はわかりやすいですから。えー、そうだ、その通りだと。いうことで応援する声が出てくるんだと。だから国家再生法でもう一回シンプルに国を作り,作り変えるとしたら、我々はこういうふうに考えてるんだということを考えて言えということだと思うんですね。 で、その時に、えー、まあ、こういうふうにもおっしゃってました。もう、必ずしも選挙に通って、なんか、この国会議員とかやろうと思わなくていいと。えー、だからもう、この国を選択するという、もうどんどん洗い流していくということで、台風のように吹き荒れていけば、十分仕事はしたことになるんだと。えー、まあ、これも一種の逆転の発想だと思いますけど。えー、だ,だから、そのな、媚を打って通ろうと思わんでよろしいと。いうふうな意味でのことをだいぶおっしゃってました。 で、えー、あんた方の使命は一つしかないんだという言い方もされてましたね。えー、だからもうやるべきことは、まず宗教立国をして、その宗教を世界中に広めていって、その宗教と一体となって、世界中に食産工業を起こして、世界中の富をもっともっと作っていくと。それしか君らの使命はないんだということをおっしゃっててですね。 で、それをやるためには根本に思想がいるから、それについては今エルカンタルからどんどんと政治思想が出てるので、そういったものを共有して、あと実行部隊としてそういったことをやっていけと。それしか使命はないんだというふうにおっしゃってました。で、日本のその歴史的な評価は、これから日本が世界のトップの国になればまだもう一回再評価されるんだと。つまり明治維新も、 その、欧米の列強国がアジア、アフリカの植民地をどんどんとしていったけども、あれはもう一回必ず断罪されないといけないんだと。このままでは植民地になると思って、坂本龍馬以下、維新の志士たちが出て、これで革命を起こして、その後、坂の上の区もよろしく、富国強兵と植産工業をやって、 対に我が国は植民地にならないぞと言って戦って、それで植民地をこう、ならなくて回避して跳ねのけたということが、どれぐらい大きな功績があったかと。あれを見て、アジア、アフリカの国は勇気を持って、自分たちも独立できるとなったんだと。だから、この、明治維新以降の、この、列強の白人優位主義のによる植民地政策を、 跳ねのけたということは、日本がこれから世界をリードする国になったときに、もう一回大きく評価される、再評価されるようになるんだと。革命とはそういうものなんだということをおっしゃってました。で、えー、まあ,あ、ご自身の過去税についてはですね、まあこの方の過去税はもう、懸、う、乱、ん、豪華なものがあるんですが、ご自身の言い方としては、自分は、 エルカンターレの持ち駒の一つであると。戦車一台だと思ってもらったらいいと。で、自分はとにかく、この時代の境目の時に、国づくりの時に出てきて、そして革命、革命をする時に必ず降りてきてやってるのが自分の仕事なんだというふうにおっしゃってました。で、 えー、まあ、聞いてる人たちの中には、まあ、自分は明治維新の時に大した過去性持ってないと思う人がいるかもしれないけど、そういう人は維新の中で、どっかで切られたんだとおっしゃってました。えー、たくさん光の天使も切られたんで、そんなこと気にするなと。それよりも、信念を持っておれば、必ず道は開けて、人はついてくるから、そういう気持ちで、そういう気組みでやれと。 いうことをおっしゃってですね。で、どんな時代にも、戦闘を切る人はいるんだと。で、戦闘を切る人って勇気がいるし、そういう人は変人だっていうふうにみんなが言うけど、そんなことを気にせずに、信念を持ってやれというふうにおっしゃっててですね、えー。まあ、この辺が結局、昨日ご紹介した吉田松陰先生とはちょっと違うやり方ですけど、要するに、新しいことを 100年、100歩200歩先にやろうというときは、いろんな批判されたりとか敵が出てきたりするけど、そうであってこそ革命になるんだということをですね、おっしゃってたと思います。だから、まあ、ある程度目立つような言論でもって、これも一つのマスコミ的な戦いをせよということだと思うんですね。まあ、大川総裁は後解説、後書きで、えー、ま、常識破壊もここまで行ったら、 もう天才的であるというふうにおっしゃってました。だからこの龍馬さんという人は逆転の発想で人の言わないことを言うというこの発想の名人であるとおっしゃっててですね。で、この龍馬さんの考えで新しい日本ができることを心の底から望んでると。だからさっき言った国家再生法ですよ。だからこれからもシンプルにゼロから立ち直していくとしたらこういうことをやろうと思ってるんだと。 どうですか皆さんと。それはいいと言われるようなことを言っていけということだったと思います。まあ、ということで今回ですね、まあ、一番、うん、思ったのは、とにかく面白いことを言ってディベート力、言論の力で,です、ね、戦っていけということと、それから国家再生法、こういったものをどんどんと考えて打ち出していけということと、最後はやっぱ革命ですね。革命を起こす気持ちでいけと。 いうことが、まあ、学べたんじゃないかと思いますし、えー、やはり、えー、そういう人を出してくるような日本文化というのは、この3万年の歴史のある、雨の三親神から始まった富士山のような、こういう文明があって、こういう己を捨てて、世のため、人のために生きる人たちが出てくるということなんだなということを思いました。で、まあ、繰り返しになりますが、こういうふうな逆転の発想をする方が、 実現等の応援団長だということをよく知った上で我々は内部からですねなんか自重論を出しすぎて足を引っ張ることのないようにしたいものだなというふうに思いました。えー、何か参考になれば幸いです。私も随分学ばせていただきました。ありがとうございます。